オーストラリアのアメリカやイギリスからの攻撃型原子力潜水艦調達に見るアジア太平洋地域の潜水艦の状況は日に日に変化しています。今回はこの南シナ海を取り巻く潜水艦情勢を詳しく見ていきますね。中国の通常動力型潜水艦や原子力潜水艦はうるさいと言われますし、存在は潜水艦技術のない国でもすぐに発見できるレベルです。韓国だけが発見できませんでした。潜水艦が浮かんでこないという状況になりますし、動かない。オーストラリアもすぐに原潜の建造が始まるでしょう。台湾潜水艦みたいね。2021年の軍事関連の最大のニュースの一つは、オーストラリアがフランスからのシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めたアタック級潜水艦調達を中止し、アメリカ及びイギリスの支援で原子力潜水艦保有を打ち出したことだろう。この世紀の軍事戦略、大型軍事契約の大転換にフランス側の怒りは収まらず、たびたびフランスのマクロン大統領本人がオーストラリアを直接非難するコメントを述べていることからも問題の持つ大きさがうかがい知れる。確かにアタック級潜水艦計画は度重なる調達コストの増加で当初の倍に近い金額が予想されることやスケジュールの遅延が取り沙汰されていたが、イギリスで行われた G7 会議後にフランス側が是正案を提示する方向だと報じられてきた。ただし、施行した是正案が履行されると仮定しても、アタック級潜水艦の全12隻の予定数が満たされるのは、今後約30年近くも、先の2050年頃となるため、オーストラリアは、海洋進出を強める中国に、それでは対抗できないと判断した模様だ。そのため、アタック級潜水艦計画では、オーストラリア国内での建造を行うという、雇用と経済への貢献も考慮されていたが、最近では、アメリカのバージニア級か、イギリスのアスチュート級のいずれかを完成品で輸入する案も浮上している。オーストラリアの攻撃型原子力潜水艦の調達が、最終的に、いかなる方向性で推進されていくのかは、未だ不明だが、アメリカとイギリスとの申請、オーカスの安全保障の枠組みに踏み出したことは間違いない。これをオーストラリアが決断した最大の理由こそ、前述したように、中国海軍の海洋進出への大いなる危機感だと見られているが、アメリカの動きからも、中国海軍の原子力潜水艦の南シナ海進出を阻止したい姿勢が伝わってくる。こうした状況下、この2021年も中国海軍の潜水艦による幾多の動向が報じられており、日本にも大きく絡むこれらの動きについて、ここ最近の出来事に注目して少し振り返ってみたいと思う。まず記憶に新しいのは、今年2021年の8月に報じられた、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスら空母打撃群を追尾、監視していたと思えしき、中国海軍の093型小旧攻撃型原子力潜水艦の一件だ。これは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群が、南シナ海から太平洋に抜けようとしたタイミングで発見したものとされ、中国海軍の093型小旧攻撃型原子力潜水艦の存在が、合計で3隻確認されたという出来事である。ここでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群を構成する、イギリス海軍のデューク級23型フリゲート10番艦、リッチモンドと、同14番艦、ケントの2隻が搭載する追潜ソーナーで、まず、2隻の093型小、旧攻撃型原子力潜水艦を発見した。リッチモンドと、ケントは、南シナ海を抜けた後、およそ6時間ほど、アクティブソーナーを発して、追尾、
監視していた2隻の093型小急攻撃型原子力潜水艦を発見した模様だが、艦名の特定など詳細は明かされていない。加えて、クイーン・エリザベスらの空母打撃群を水中から護衛していた、イギリス海軍のアスチュート級原子力潜水艦3番艦、アートフルも、また、別の1隻の093型小急攻撃型原子力潜水艦を発見したとされ、合計で3隻となった。これらの事象は、近年の中東地域におけるイギリス海軍の対潜哨戒能力と比較して、それらが回復基調にあると見る向きも多いようだが、世界で最高の水準にあると目されるアメリカ海軍や海上自衛隊レベルなのかは判断がつかない。これは第二次世界大戦後、長きにわたって旧ソ連、現ロシアの潜水艦の探知に注力してきたアメリカ海軍と、その技術的な共有を受けてきた海上自衛隊の対潜哨戒能力が突出しているためであり、蓄積されたノウハウの違いも指摘されているからだ。さて、それは、そうと、肝心の中国海軍の093型小急攻撃型原子力潜水艦だが、ロシア海軍のビクター III 型原子力潜水艦を、ベースとして中国海軍が開発したとされる、同海軍で2種類目の攻撃型原子力潜水艦である。093型小急攻撃型原子力潜水艦は、2006年末に1番艦が実戦配備されたと考えられており、以後、4番艦から3隻が改良型の 093A 型として、2016年頃までに配備され、さらに改良を加えた 093B 型2隻が2018年頃までに就役した模様だ。この093型小急攻撃型原子力潜水艦は、おおむね排水量は6000から7000トン前後、全長約106メートル、全幅約 11.5 メートルほどの大きさで、水中の最大速力は約30ノット。兵装としては、艦首部分に、6門の 533mm 魚雷発射管を装備している。改良型である、4番艦から6番艦までの3隻の 093A 型や7番艦から8番艦の2隻の 093B 型は、装備する6門の 533mm 魚雷発射管から YJ18 対艦。対地巡航ミサイルを発射可能と目されており、これは潜水艦発射型の B 型と言われる形式のものだ。アメリカのペンタゴンで、この YJ18 対艦対地巡航ミサイルは 500km 以上の射程距離を有し、初期は亜音速、終末では超音速の2段階の飛翔モードを備えており、アメリカの空母打撃群の接近阻止の一翼を担う兵器と見られている。こうした YJ18 対艦対地巡航ミサイルの兵装としての特徴から、改良型の 093A 型や 093B 型は攻撃型原子力潜水艦でありながら、対艦のみならず、対地攻撃用の打撃力も合わせ持つ可能性をアメリカも危惧している状況だと言える。そして、2021年9月10日には、海上自衛隊が、鹿児島県の奄美大島の東方の海中を先行航行して、北西方面に進む、おそらく093型小、急攻撃型原子力潜水艦であろう潜水艦と、それに随伴している052C 型アララギ州、蘭州級駆逐艦1隻を発見している。この追尾には、海上自衛隊からカノや、基地の P1 哨戒機。厚木基地の P3C 哨戒機、呉、基地の護衛艦、さざ波、佐世保基地の護衛艦、春雨が当たり、不測の事態に備える体制で、監視を続けたことが報告されている。
防衛省側では、前述のように、8月に、クイーン・エリザベスらの空母打撃群が、093型小級攻撃型原子力潜水艦を発見していた状況に照らして、今回も先行航行していたのは、同様の093型小級攻撃型原子力潜水艦だと推察している。日本側にとっては、決して、静粛性に優れているとは言い難い093型小級攻撃型原子力潜水艦ゆえに、その行動を探知できているとは思われるが、そのあたりは、中国海軍も、織り込み済みで、あえて挑発するかのように振る舞っているのかもしれない。こうした093型小級攻撃型原子力潜水艦の船体をベースに、これを、大型化 CSLBM12 機を搭載した094型新級戦略型原子力潜水艦も、中国海軍は2007年前後から実戦配備を始めており、2021年現在はすでに7隻が就役中とみられている。094型進む級戦略型原子力潜水艦は12機の SLBM から最大射程距離が 8000km 以上とも言われる JL-2 弾道弾を発射可能で、これらが南シナ海から太平洋方面に進出し、アメリカを攻撃する可能性が懸念されている。アメリカは、093型小級攻撃型原子力潜水艦同様に、094型進む級戦略型原子力潜水艦も、静粛性に優れているとは考えていないが、改良型や新型の096型等級戦略型級原子力潜水艦の投入を警戒しており、オーストラリアの件も、その対応の一環とみられる。